県立は、文読、慶長の役で活躍した李氏朝鮮の将軍。字は、彦神。送り名は、中、将校。県鉄の逸尾。李久志福の竹人である。非常に裕福な家庭で生まれた彼は、幼い頃にはわんぱくだった。ある日、父の友達が訪ねてきて、彼に、継書の一句説に対して、質問をした。しかし遊んでばかりいた。 彼は返事ができずに恥ずかしくなり、その日から勉強をするようになったという。それでも、毎日勉強をばかりして管理になろうとは考えなかったものの、結局は家族の小言に従い、仕方なく1582年に文科兵種に合格した。1592年、文禄の役開戦時には、流星流の推薦で、光州牧師の任にあった。同年6月5日、 劉秀氏の戦いに参加したが、敗退している。昇進を果たして、全羅土間接試験巡察士となる。1593年、民の救援軍が到着したのを見計らって、全羅道からハンスンに近い幸い州山城へ、進出した。壁定間の戦いで民軍を破った日本軍は、 幸州山城による朝鮮官軍を牽制するべく約2万の軍勢で幸州山城を攻めると県立は約4000の軍勢で応戦したが持ちこたえられないと判断した県立は城に火を放って破却し、破州へ撤退した。6月の第二次陳樹城の戦いでは県立は出撃して迎え撃つことを主張した。日本軍が陳樹城に向かって進撃すると 皆安へ出陣したが、日本軍の放った銃声で全軍崩壊し、全州まで退却した。あとに、都元水に任命され、戦役中の朝鮮軍の主導的指揮に当たる。慶長の役が始まると、朝鮮水軍には日本軍を攻撃することが命じられていたが、水軍総司令官の元人氏が消極的なため、県立は元人氏を無知由刑に処して攻撃を促した。 このため元人氏は出撃して日本水軍を攻撃したが逆襲を受けて朝鮮水軍は壊滅し元人氏も戦死した。続いて日本軍が全羅道に向かって退去して進撃すると県立は戦わずに退去し全羅道、中西道は日本軍に接見されることになる。日本軍が朝鮮南岸に帰還してうるさに山戸城の築城を開始すると朝鮮軍は 民軍と共に建設中の城を攻撃する。12月下旬から翌1598年1月4日まで続いたこのウルサン城の戦いでは、県立は自ら陣頭で指揮を取ったが、多くの死傷者を出すばかりで城を攻略することができず、大敗を起死して敗走した。9月から10月にかけて戦われた順天城の戦いでも指揮を取ったが敗退した。百九十九年。 63歳の頃に職を辞して故郷に帰り、その年の7月に死去した。彼は戦時において結果的には敗北を重ねたが、敗れても常に積極的な姿勢を保ち、粘り強く戦線を維持した。また防衛戦に強く、決定的な場面で要所の防御に成功している。戦争はそんな彼を敬愛し、死を知らされた際には2日にわたって、 政務を行えないほど悲しんだという。死後に行われた検証では、李俊臣、元人氏と共に、高一等と評価された。豊臣秀吉合戦争乱新人物往来者、戦争修正実録、戦争30年8月厳城発、清正姿勢裏にシール禅など、進む与え行きな開口南原、原水いかの持ち風引きさ。ありがとうございます。